ですよ。いいっすよ。全部外して。全然いいっすよ。もうごめんや。これはどうします？あ、そうしちゃっていいですよ。ええええ、構わないです。あ、大丈夫ですか。まあ、まずシートベルトあるんで、はい、してもらって。で、まあ、キーしてもらって、はい、オンの状態にしてもらって、一応ピーってでもモニターの方がつきますんで、異常なければそのままエンジンかけてもらって、はい、まあ、ホーン鳴らしてもらってから。で、いろいろモニターのモードとかあるんですけど、まずあ、いいっすね。そうすればこれ下げないと動かないようになるんですよね。はい、で、下げる途中に入ったりすると自動でロックかかりますんで、そしたらまた持ち上げてもらって下げてから上げしてもらって、で、これがエンジンの回転数ですね。はい、入れてもらえればそのまま上がりますんで、今オートデセルっていうのが入ってますんで、自動でローまで下がるようになってるんですね。機械いじんなければ。で、これ切ってもらえればもうずっとハイモードで。ああ、そうかそうかそうですね。なるんで、まあ、基本はオートデセルをオンにしてもらったら。そう、F1 っていうのはそういう動きなんですか。ここに見えますかね。ちょっと、あ、ごめん、今ここじゃ見えないけどあるんだ。あ、いいですよ。まあ、一応ここにオートデセルのモードあって、ここに対応するのがこう。あるわけですね。配列されてるんで。なるほどなるほど。これは時間を変えたりするところだったり。ああ。で、作業モードを変えるときはF5 ですね。はい。工事の回ってました。はい。押してもらえればパワーモードって力重視か、あとは燃費重視のエコノミーモードだったりありますんで、まあ作業する際はパワーモードの方が力出ますんで、はい、こっちの方がいい。で、よくやっちゃう間違いとかってあります？知らない人がやっちゃう、よくやっちゃうのは、例えばオートデセルを切ったのを気づかなくて、エンジン回転が下がらないだったりとか、あとはついてるの知らなくて、作業ちょっと止めると回転数落ちちゃうんだよっていう話がたまに言われたりするんで、そういうぐらいですかね。そういう話があるんだ。そうですね。本当に慣れてないとそういうとこだったりあったりするんで。で、F4 を押してもらえればこういうモード見れますんで、例えばこういう F7 で横を振ってってメンテナンスってところに合わせてもらえれば、残り何時間でメンテナンスしますよとか一通り見えますんで、で30時間前になると黄色く警告で、あとちょっとでメンテナンス来ますよっていうのが表示されますんで、でうちの方のパソコンでもあとどのぐらいで来るっていうのとかエラー状況だったりも見えますんで。これはなんだっけ、 GPS でつながってる。そうですね、やっぱりねっていうで、だから今どこにあるよとかっていうのも全部見れますんで、全部確認できるわけね。そうですね、エラーから見れますんで。エラーも分かっちゃうんですか。うちの方のパソコンでエラーが出てるっていうのが、実際そのエラーが出てるよって連絡したりすることもあるんですか。基本はもらう方ですで、なんかエラー出てるんだけどって言われたら、うちの方でパソコンで調べればどんなエラーだなっていうのがある程度。いい時代ですね本当にね。あれ外してしまうと、この衛星が変形なんで、あれが外れてるとちょっと何も起きなくなる。なるほどね。そっかそっか。モニターではここまでのぐらいですよね。で、あとレバーがあるんですけど、まあブレードが動くんですけども、これそこの横の部分に走行のスピードのスイッチがついてます。今だったらハイでリターンの動くスピードが速くなって、ここについてるんで、ちょっとそこだけ忘れないようにしてもらえる。入れますんで、今どっちかモニター上では、あとはまあちょっと見づらいんですけど、こっちに横に走行音のキャンセルスイッチっていうのがあるんですけど、でこれがですね、一回今のちょっといいですか。今まあやるんですけど、一回上にすると消えるんですよ。でもエンジン止めてまた作っちゃうとこっちが綺麗になってても音鳴りますんで、そしたらまたオンにしてオフにするっていう形で、一応安全装置なので、まあいつもついちゃうわけね。じゃあ基本はついてますんで、自分でまた切り替える。もうそれはそういう設定になってんだね。そうですね。しないと気づかないっていうのもあるんで、お願いします。はい。ライトだったり、ライトがここにあります。あ、ライトね。そうですね。はい。こっちが明るい時に、今みたいな時にやるとついて、この画面が暗くならないんですよ。夜だとこっちにしてもらうと画面暗くなりますので、そうですね。なので、まあ基本使うとしたらライト使うと夜だと思うんで、こっちでもなりますんで。で、あとはエアコンか。まあそうですね。エアコンはまあこっちに、そうですね。エアコンオンオフ、あとはそうです。風量だったり温度だったりありますので、この押し込んだ状態がオンなんです。はい。今オフにして。なるほどな。なることになります。これはなんだ？これはエンジンの緊急停止を、緊急停止、こっちで止まらなかった場合とか、放電しちゃった場合とかに上げてもらえれば止まるんで、あ、そうですか。基本は使わないようにお願いします。緊急停止があるんだ。そうですね。やっぱ踏んでもらえれば。ですね。スイング用ので結構いきますので、サカルゴンの方はこっちですね。こっちのレバー踏んでもらえれば回りますので。何もないですけど、これは午後ね。あ、これは安全ね。ロックですね。ロック安全。基本はまあ使わないけどこうしますね。こっち側もありますので、そしたら動かなくなります。